はい、中内オタッキーです。実はね、今回動画もう一回作ったんですけどね、うまくまとまらなかったんで、撮り直してます。なかなかね、伝える内容が、難しいものになってますんですけども、今日はね、スポット速攻について、スポット速攻を使いこなせってね、私この今ね、そのニュー F1 を持ってるんですけども、これね、ファインダースクリーンを交換することによってね、速攻方式を変えれるっていうカメラで、スポット速攻 SE っていうね、ファインダースクリーンが入ってます。これでスポット速攻に変えてます。でね、引っ越しした時にね、中央部重点平均速攻の AE だったかなのファインダースクリーンをなくしてしまってね、もうこれスポット速攻専用機になってるんですけど、まあ露出のね、その信頼性がすごく高いので安定してるんで、ほぼリバーサル専用機になってます。で、スポット速攻でね、速攻するやり方をしっかり覚えるとかなりね、たまには露出外しますけど、露出を当たりの率が上がってきます。で、皆さんもね、ちょっと一度挑んでみてはいかがでしょうかという感じで、内容で作っていきたいと思っています。それでは、動画スタートしていきます。はい、スポット速攻なんですけども、ここのところ売られてるカメラ、一眼レフカメラとかね、デジタル一眼とか、大半がね、速攻モードをね、選べるようになってると思うんですね。スポット速攻なのか、中央部重点速攻なのか、マルチパターン速攻、評価速攻なのかっていうふうに選べるようになってるんです。で、スポット速攻っていうのはね、結構ね、歴史が古いね、速攻方式になります。例えばね、このペンタックス SP、もう50年近く前のカメラかな。これはね、発売される時にね、最初スポット速攻で行こうっていうね、はずだったらしいんですね。ホンダ SP っていう名前。で、結局中央部重点速攻になったんで、スポーツマチックっていう名前をなんか付けたっぽいんですけど、なぜそのスポット速攻がずっと生き残っていってるのかっていうのは、やっぱね、そのプロの方とかハイアマチュアの方がね、使いやすい、残してほしいという要望が多い、っていうんで、残ってるんだと思います。で、スポット速攻をね、使いこなすためにはね、まずその内蔵露出計がね、どんなものなのかっていうのをね、しっかりね、知識をつけなければいけません。単体露出計、入射公式の単体露出計っていうのがあるのご存知でしょうかね。カメラのことをね、結構知ってる人、長いことやってる人はね、大体知ってると思うんですよ。このぐらいのね、大きさで、白い半球形のものがついてたりするんですけど、ポートレートのね、撮影とかで、よくね、そのモデルさんの横でね、こう光を測ってるの機械なんですけどね。入射公式の、単体露出計っていうのがね、その、一番露出を正確に測れるものなんですけども、カメラにね、内蔵されている露出計っていうのはね、反射光を測るんですね。入射公式は、その、被写体に当たる光を測ってるんですよ。で、カメラの露出計、反射公式っていうのは、被写体に当たった光が跳ね返ったものがカメラに入ってくる。その光を測ってるんですね。で、どう違うかっていうのはね、その入射光っていうのはね、その被写体どこに当たっても同じ光なんで、こうどこで測っても安定してるんですね。で、反射光っていうのはね、例えば顔に当たった光、服に当たった光、これがね、全然違うわけなんですよ。色が違うと反射率が違うんで。で、カメラに内蔵されている露出計はどのように設定されているかっていうと、基本的にね、肌色もしくはコンクリートのグレーですか、あのぐらいの反射光をそのうまいことその捉えた時に、何て言うんですか、露出を決定できるように設計されてあります。で、そうですね、例えば、たくさん緑があるところでもそのグレーのものを速攻して適正露出で、それでバシッと押したら緑も適正露出になるようになってるんですね。で、ここがちょっとカメラを難しくしている
わけなんですよ。これマルチパターン速攻だろうが評価速攻だろうが中央部重点速攻だろうがね、同じ考え方でいいです。でただスポット速攻以外の速攻方式というのはその全体的に平均値とかを出しますから、まあ大雑把に露出が合うようになってるんですね。でスポット速攻はそうはいかないです。1点だけは測りますから、例えばね黒いところで測っちゃうと、もうそうするとね露出がもうぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。露出計で例えば黒いところ測るじゃないですか。黒いところを測ってもね、そのカメラからはね色が見えてない、色が見えてないんでこいつをグレーだと思っちゃうんですね。だから黒をグレーに撮ろうとするということはめちゃくちゃ露出を開けるんですよ。シャッタースピードを遅くしたり露出をね開けたりして、そういう設定になってしまう。だからその露出系のねその反射光を利用したそのものっていうのを、しっかりね考えないとスポット速攻は失敗します。ただそれをねちゃんと認識していれば100発100中もうそれ慣れたら100発100中当たるぐらいのことになってくるんじゃないとかと思いますね。それでねちょっとここで1枚写真を見てもらいましょうか。ちょっとね古い写真なんでデータを忘れちゃったんですけど、このねキャノンニューF1で撮った写真になります。はい、今の写真なんですけども、まあ、この写真ですけど、まあ、紅葉、徳島県の奥祖谷ってとこでね、紅葉名物の観光地なんですけど、これは野猿って言ってね、トロッコっていうんですか、ロープで釣ったやつに人が乗って引っ張ってこう移動するやつなんですけど、で、まあ、これモミジの紅葉が写ってますけど、結構抜けのいい写真になってると思います。これの写真をスポット速攻で撮った場合と、どこをまず速攻したか、まあ、この辺を光を測ったんですね。でこの写真の速攻、そのスポット速攻で撮るときの僕の考え方は、もうこのモミジが綺麗に写ったらいいやと、モミジが綺麗に写ったり、もうこの後ろの林とかこのカゴはもう関係ない、どうでもいい、もう写ってりゃいいやっていうレベルですね。で確かこれ、まあ、50のフィルムなんで、125の F8 ぐらいで撮ってるんだと思うんですけども、で、まあ、さっきの反射率の話もあるんですけど、この日ちょっと快晴だったんで125の F8 ぐらいで撮ってると思うんですけど、これ赤ですから、その肌色とかコンクリートの色よりは若干反射率が低いんで、まあ言ったら露出系の決定値のまま撮ると赤がその薄くなっちゃうのかな、薄くなっちゃうと、だから、ちょっとマイナスで考えなければいけない。まあそんな感じでね、撮ればスポット速攻は成功します。その被写体のね反射率をうまいこと考えなければいけません。で、まあ、ここはねこれはねそのコンクリートはなかったんですけど、そんな難しいことできないやって言ったらね、コンクリートの壁探しゃいいんですよ。まあ人の顔でもいいんですけど、被写体が人の場合だったら人の顔は肌色ですから、そのカメラが好むその反射率のものになってきますので、その顔でそれ露出を合わせる。人がいないんだったらコンクリートの壁とかで露出を合わせる。でマニュアルでそのコンクリートの壁、撮る方向にコンクリートがあればの話ですよ。でそのコンクリートの壁でマニュアルで露出を合わせて、あとはそのままの露出で、まあ、撮れば緑とかも適正露出になるというわけなんですね。これなんでねそのスポット速攻の方がじゃあおすすめなのかって言ったらね、その評価速攻とかね、その中央部重点速攻はその被写体の色のバランスによって外れが出てしまうわけなんですよ。ぶっちゃけた話、そのスポット速攻だったら1点を測るから、例えばさっき言ったコンクリートを確実に捉えることができる、それで露出を決定することができるんですけど、その評価速攻とか中央部重点速攻とかそんなんだったら全部を見てますから、どこにね露出があってるのかはっきりわからない。だからそのいまいちねその露出系のね数値に信頼性がないんですね、スポット速攻に比べると。そんなわけでね、
慣れてしまえばスポット速攻の方が当たります。間違いないです。ただね、その撮影するのに時間ね かかる、まああのなんていうんですか、動き物を撮ったりするときにはね、スポット速攻は苦しい場面もあるかもしれないですね。その走り回って動き回って撮るっていうんではスポット速攻は苦手なところもあるかもしれないですけど、あのガチンと露出を合わせたい、そのあんまり動きがない場所であのガチンと露出を合わせたいときはスポット速攻は非常に有効になってきます。今日の話はね、まあそんな感じなんですけど、これ、多分ね、その僕はその独学でこれ勉強したんですけど、これ多分これで合ってると思うんですね。あの明らかに間違ってるよっていうね、あれがあればあの指摘していただければと思います。そのせっかくねついてるあの露出系ね、そのスポット速攻のモードがついてるしね、そのスポット速攻を使った方がいい場合が結構ありますんで、あのぜひ一度ねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。まあそんな感じです。でね、その露出を外した写真、一応ね露出を外した写真っていうのをね、あの紹介しましょうか。このニコン D100 でね、撮った写真、これニコン D100 ようやく出てきましたけど、あの D100 を買って、すぐの時にね適当にプログラムモードでね撮った写真っていうのをねちょっとお見せしますね。いかがでしたかね。雪景色をねマルチパターン速攻でねちょっと逆光目、で撮った写真になるんですけど、雪が白くないでしょ。結局ね、補正も何もせずに何も考えずにプログラムオートで撮ると、このカメラから色が見えてないんで白い雪だと思ってないと。だから白をグレーで撮ろうとするわけなんですね。で、あのこのような抜けの悪い写真ができてしまう。白はねパシーンと白で映ってほしいわけなんですね。でもグレーと思ってるんでね、露出を絞っちゃったんですね。まあそんなわけでね、その反射率、光の反色の光の反射率とかをうまいこと考えないとね、カメラのねその内蔵露出系っていうのは外れが出てしまうんですね。でまあ普通の場合はね、普通の場合はその、こんな真っ白なものばっかり、ある世界はないんで、まあ、評価速攻とかマルチパターン速攻で撮って比較的ね、いい感じで撮れるんですけど、この雪景色みたいにね、白ばっかりのところでね、適当に速攻するとこういう写真になっちゃうわけなんですよ。そんなわけでね、その、露出系のね、その知識、をしっかりね、考えて撮らなければならない場面が、出てくるわけなんですね。そういう時にね、スポット速攻でその光の反射率とかをね、その勉強していれば、こういうね失敗写真をね、解除することが、回避することがね、できると思います。まあ今日のねあの動画はねそんな感じで、その露出、まあ最近はねそのデジタルカメラで撮ってローで撮って後でねそのなんていうんですか、加工したりね、現像の段階で加工したりすると、それでも全部アンダーで撮って全部後でね、サイド上げてとかいう人もいると思いますけど、枚数をたくさん撮ってねそれするとねやっぱそれ大変だと思うんですよね。加工するのにものすごい時間かかる。で、まあ、撮って立ちもしくはただ現像するだけで、ちゃんとした撮影結果が出る方がいいに決まってます。その時間がない人は特にね。でその露出の勉強をねしっかりしてると、自信を持ってね適正露出で写真を撮って、まあJPEG の取って出しとかローから現像するだけでねちゃんとした写真になると、楽ですから、ちょっとねもうちょっと露出のことを勉強していただければね、簡単にね写真をねいい写真をバンバン量産できると。まあまあ今日の話はこんな感じです。参考になっていただけましたかね。難しかったですかね。ちょっとね伝えるの難しいなと思って、そのボツにした動画もうほんとメタメタだった。何が言いたいのかよくわかんねえな、これやっぱ作り直そうみたいな感じになったわけなんですよ。まあそんな感じです。今日の動画はそんな感じです。
で次回の動画なんですけどね、次回の動画どうしようかなと思って、まあ、順番から言ったらね、このニコンのね D100 なんですよ。まあ、ニコンの D100、結構いいですよ。たった600万ぐらいなんですけど、ちゃんとした写真撮れますよ。ただ遊ぶという意味ではね、そのピクチャースタイル、キャノンというでいうところのピクチャースタイルがないですし、まあ、モノクロでも撮れないし、その派手な写真も撮れない、普通のねカラー写真が撮れるだけ、なんですけど、記録を残す分にはもう十分ですし、その600万画素でデータ量が少ないのにちゃんとした写真撮れるんで、スマートフォンとかねタブレットだけでねやってる人にはいいカメラなのかもしれないですけど、ただねちょっとなんかあまりその気合が入ってないっていうか、あんまりいい写真が撮れてないんですね。でオリンパスのミュウの130とか、コニカの C35 の現像も上がってきまして、ちょっとどれをね取り扱っていこうかね、どうしようかなって今思ってるところですね。オリンパスのねそのミュウ130ね、バカにしたいけどプラプラカメなんですけど、これすげえ映りますよ。でコニカ C35 もね、ドヒーってからびっくりしましたね。すごい映り。呆れ返るほど映りがいいな、このカメラみたいな。まあそんな感じで面白いカメラもちょっと出てきてるんでね、どれも紹介しようかな。悩んでるとこです。まあね、次の動画、ちょっと気まぐれでいこうと思います。決定まで。で、ちょっとね、最近仕事でね、同僚をね、引っ張る仕事を始めちゃったんですね。任されてね。で、動画を作る時間がちょっと限定されるようになりまして、というか、写真を撮る時間がほとんどないんですね。同僚と、その一緒に行動してますね。まあ、教育代わりみたいな感じでね。教育する必要がない人なんですけどね。ちょっと、苦情の電話をなんか、いたずら電話かなんかで入れられて、じゃあ、お前、ちょっと運転を見てくれみたいな感じでね、教育係になっちゃってるんで、まあ、そんな感じでね、ちょっと写真を撮る時間がなくなって、動画を配信するペースがもしかしたら落ちるかもしれません。まあ、オリンパスと、オリンパスミュウと、コニカ C35 は、すでに写真が上がってきてるんで、スッと紹介できるかもしれないですけど、その後ちょっと動画配信が遅れるようになるかもしれないです。まあ、今日の動画はそんな感じです。もうね、チャンネル登録者数がね、1000人目前になってきました。1000人目前になってきたんですけど、写真を撮る時間がないんで、ニコンのね、F601 のテストができていません。1000人超えたらね、記念としてね、チャンネル、その1000人突破記念で、カメラプレゼントしようと思ってたんですけどね、ちょっと遅れるかもしれません。まあ、その辺ご了承いただけますでしょうか。今日の動画はそんな感じです。いいねと思ったらね、いいねボタンを押してください。で、そのうちね、ちょっといつになるかちょっと分かんなくなってきましたけど、フラッシュ、外付けフラッシュ、まあ、内蔵フラッシュともに、そのフラッシュのね、まあ、キャノンでいうとこのストロボですか、で、撮影、それを使った撮影っていうのはね、その深いレベルじゃなくて、その初心者でもとっつきやすいやつ、深いレベル のフラッシュ撮影は俺できないんで。できないで初心者でもとっつきやすいね、外付けフラッシュとか の撮影方法とかもね、技術的にやっていこうと思ってますんで、写真の技術とかね、撮り方とか、まあ知りたい方、比較的低いレベルで、ね、やっていきますんで、もしよかったらね、チャンネル登録とかしていただければと思います。今日の動画はそんな感じです。チャンネル登録よろしくです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画をお待ちください。それではまた。